はいどうも、モバイルドットコム TVJ ホント、つばです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回なんですけれども、こちら、オッポリノン a をレビューしていきたいと思いまーす。聞いてないです。はあまた買っちゃった。はい。いい流れですね。<laughs> はい、あの。聞いてないんです。いや、あの、もうこれ誤差。はい。何の誤差 <laughs> えー、もうね、今ね、あの、つさん、新機種ラッシュですから。 はい。もう、あの、一年に何回もないよ、この新機種ラッシュは。はい。もう今、僕のゴールデンタイムが5月ぐらいから続いてる感じですね。<laughs> 長いのよ、はい。<laughs> <laughs> あの、<ー>きっと視聴者の方は、チェホン、つばきさんのこと考えろっていう人と、よくやったっていう方ね、この2パターン、はい。えー、どちらの方もいいね、よろしくお願いします。<laughs> はい、えー。というわけでですね、<laughs> 今回は、このオッポリの 7A なんですけれども、去年大人気だったオッポリの 5A の後継機種となっております。うん、一体何が変わったのか、えー、じっくり検証していきたいと思っております。はい、えー。恒例ながらですね、すでにチェホン開けております。そうですね。はい。<laughs> まああの使っております。ねはい、やっぱあのー、どうしてもね新機種も早く触れなくなっちゃってね。最近もう、うん、開封感しないもの、ね、<laughs> そうだね。本 <laughs> 当すみません。はい、はいえー。というわけで,でねぜひねあのオッポリのセブンえ気になっている方はどうぞ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。ペリペリやりたかったな。言ってきました。モバイルドットコム。それでは早速見ていきたいと思います。じゃあまずは。 えとパッケージをザクッと、ザクッと。ザクッとね、薄い感じです。はい、あの薄い感じで、なんかチョコミントカラーというか、ね、かいいはい、可愛らしい、あのー、デザインになってます。で、開封するとですね、 よいしょはい、えー、<ー>付属品が、えー、出てくるんですけれどもケースですね、はいえー、ちゃんとねケースがついてるのと、うん、あとシムピンですね、はいえー、あとクイックスタートガイドですかね、はいはい、で、えー、と AC アダプターだったりとか充電ケーブルは付属していないので、うんえー、持っていない方は事前に準備しておくのをおすすめします、はいはい、ちなみに画面にはね初期フィルムが貼られてるのでそういったところね非常に嬉しいポイントとなっております、うん、それじゃあ 本体です。はい、それではね、全面デザインから早速チェックしていきたいと思います。はい、え今回六点四インチの液晶ディスプレイではなく、有機イーエディスプレイを採用しております。<laughs> なんでちょっと引っ掛けよう。引っ掛けようとですね。全、はい、<laughs> <laughs> モデルのオッポリの 5A については、液晶ディスプレイだったんですよね。なので、今回有機イーエに変わったことで、非常にあの、綺麗になったかなと思います。うん、やっぱり、あの、文字もくっきり見えるし。そうだね。はい、全体的に、あの、ディスプレイが綺麗だなって思いました。発色もいい感じです。 で、えー、明るさについてなんですけれども屋内で見てる感じは十分明るいのかなって思いました、うん、でただあの直射日光下だとやっぱり気持ちちょっと見にくくなるかなっていう感じがあったのでこんな感じですねあこの辺りはね、まあ、しょうがない部分ではあるんですけどもうちょっと明るさしっかり出してほしかったなっていうところはありますね、うん、はいで、えー、ちなみに左上にパンチホールインカメラを備えておりましてこれは結構小さめなのでそれほど気になる感じはありませんでしたで画面は完全にフラットベゼルについては はえー、上部が結構細めで下部がちょっと太めになってるので、まあ、ここはちょっと注意が必要なんですけれども使っていてねそんなに気になるほどでもありませんでした背面デザインなんですけれども<ー>、えー、今回のモデルは本当にあにデザインが本当に刷新されたっていうところがポイントになっておりましていい、はい、非常にね何だろう低価格モデルなんだけど質感がめちゃくちゃいいですねねえ、はい であの今ね椿さん触ってもらってると思うんですけれどもサラサラ系そうなんですよなんかすりガラス風の加工がされておりまして、うん、で実際に素材についてはプラスチックなんですけれども、うん、プラッ感はありますねはい、はい、でもあのなんだろうなちゃんと質感いい感じになってるというかそうだね前よりもだいぶ私は好きな気がします、ね、いやあの正直僕はかなり良くなったと思いますね、うんはい、で左上に、えー、トリプルカメラ搭載で,でその横にフェリカマークもちゃんと入っておりますお財布形態に対応してます 株右下に OPP のロゴが入っているという感じになっております。グラデーションっぽい感じになっているので、うん、非常に可愛い。うん、い,い。今回デザインがかなり角張っているので、はい、はいはい、それもまた素晴らしい。<laughs> はい。なんだろう、もう好み。はい。もう完全に僕も好みですね、はいはい。ちなみにこれがリノ 5A ですね。はい、えっ、ー、とこうやって比べるとやっぱ全然違う、ね、全然違うね。あのなんだろうもう今風のデザインになったというか。あ、でもこれは好みありそうだ。 ですね、こっちの方が好きな方も多分いるだろうしそうだね、うん、であの今回一つね大きく変わったポイントとしてあの背面指紋認証が、えー、オッポリの 7a では画面内指紋認証になったんですよねうん、うん、これがなくなったんだねそうですねやっぱりあの使いやすさって考えると意外と背面の方が僕はいいなって思ってるんですよね使いやすさねそう指紋認証の使いやすさにおいては僕は背面の方がいいと思ってるんででも私前面の方がうれしいかないいかああほん、まあ、あのこの辺り好みもあると思うんですけど、まあ、デザインはね デザインは良くなってるという感じですね。やっぱ持ちやすさ、その、さっきフラットになって,てるって言ってたけど、こっちの方がフィットする感じはありますよね。そうだね。やっぱり背面がね、ちょっとラウンドしてるので、うん、その分手にフィット感が生まれるので、まあ、あの、画面サイズの割には、あの、持ちやすいっていう感じがありますね。うん、はい。で、ちなみに今回、あの、カラーは2色展開となっておりまして、スターリーブラックとドリームブルーのこの2色。で、今回ドリームブルーをレビューしてるんですけれども、ドリームブルーについては、え指紋とかホコリがね、かなり目立ちにくい感じ 感じになったので、うん、ここもね、ねあのプラ素材なのに目立ちにくいっていうのは僕はいいなって思いました。はい、ぜひねチェックしてみてください。それでは続いて側面チェックしていきたいと思います。はい、え側面右側、えー、電源ボタンが搭載されております。つばきさんの角度でね今見ていただけるとフレームがかなりフラットになっているのがわかると思います。これがねたまらん。はい、いやいいよね。やっぱねそのねなんだろう背面とフレームの統一感もすごいよく。 高級感があるんですよね、ちゃんと。はい。じゃあ、下部ちょっと見ていきましょうかね。えー、左からスピーカー、t y p e C コネクタ、マイク、イヤホンジャック備えております、うんえー。スピーカーについてはモノラルとなっておりますので、音、後ほどチェックしていきたいと思います。はい。で、イヤホンジャックもね、ちゃんと搭載されたいのが魅力的かなって思います。じゃあ、続いて、左側なんですけれども、左側には SIM スロット、音量ボタンが搭載されております。うん。はい。続いて、上部、えー、マイクが搭載されております。結構ね、シンプルな感じのフレームになってる のであいいですねやっぱいいですね <laughs> はいでちなみに重さなんですけれども、はい、175グラムでバッテリーよりは4500ミリアンペアはオッポリの5位の時は重さが182グラムでバッテリーより4000ミリ、ah、アンペアアワーだったのでバッ, 4,、ah、バッテリーよりは増えつつ軽くなってる、はいるなるほどが魅力となっておりますまあ手にフィット感あるのは以前のモデルかなとは思うんですけれども重さもやっぱりちょっと、うん まだとはまだ厳しいところですねちなみに横幅自体は細くなってるのでそういったところは持ちやすさ的なところで言うと僕は良くなってるのかなって思いましたうんそっかチェさんの手では意外とねちょうど良かったですねはいそっかそっかなのでこの辺りは好みもあると思いますのでぜひね可能であれば実機触れてみるのがいいと思いますそれでは続いてスペックチェックしていきたいと思いますににははススナナドドララップゴ っててていうのを搭載ししおりまして、うん、最近国内モデルのミドルレンジで多く搭載されている CPU となっておりますうん、うん、結構ね動作はいい感じになっているんですけれども後ほどね詳しく触れていきたいと思います、はいえー、ちなみにあの去年のねオッポリの 5A については CPU がスナップドラゴン 765G というのを搭載してるんですけれども、うんえー、性能的には、えー、いいとこもあれば悪いところもあるみたいなもうほとんど同等と思っていただければいいと思いますあなので大幅な向上っていうのはないのでそこはちょっと注意してください メモリについては、えー、変わらず 6GB ストレージ 128GB となっておりまして、えー、外部ストレージマイクロ SD にももちろん対応しております最大 1TB まで対応しているので、まあ、こういったところも魅力、えー、さらにですね防水防塵 IP68 対応でお左右携帯にも対応しておりますので使いやすいですね、はい、まあ、あのー、国内ユーザーが求めるものは全て揃っているので安心して手に取っていただける一台なのかなって思います、うん、じゃあ続いて動作早速チェックしていきたいと思います、はい、まあせっかくなんでね ポリのとね比っていうかあのあれですね OPPO っぽりの 5A でも個人的にはまだまだ使えるのでね難しいね最近のスマートフォンででも画面の感じがさ、うん、全然違うよねあいいとこ気づいていただきましたやっぱりねそうなんかね綺麗だよね見やすさというか発色というかう綺麗さが違うねそうやっぱねそういったところは個人的にはやっぱり有機入れの方がいいと思うしでただその何だろうヘビーな環境、まあ、僕の場合車載ナビで使ったり <laughs> 時は,はい、はい、ぶっちゃけ液晶の方が僕はいいなって,ってとこと、ねはい。難しいところです。難しいところなんですよね。はい、はい。まあこの辺りはね用途に合わせて選んでいくのがいいと思います。はい、はい。じゃあ早速スワイプから。はい。この辺は、ね、この辺はうんどっちも快適です。アプリの開閉です。ええー、でもえー、でもどっちも快適だけどあでもえー、どっちも快適だな。 <laughs> 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 あの正直さその違い分かりますこれ <laughs> なんか <laughs> なんかね僕使っててねそんなに本当に差を感じなくて、うん、でう、ね、もしかしたら気持ちセブン a の方がいいかなって思うんですけどういいかなって思ったけど、うん、でも同じかな、ま、ほとんど変わらないかなって感じですよね <laughs> はい、はい、じゃあちょっとスクロールとかもえでこうやってねスクロールしてみると<お>気持ちねやっぱりセブン a の方が 僕はいいなとだいぶいいなと思います出そ,そうとか言う出そう <laughs> <laughs> はいあのねそういったところに結構違いが出てますはいでここのなんだろう感じそう意外とね変わってるんですよね、うん、はいよいしょ ページのね更新スピードとかはそんなに変わらないと思うんですけどスクロールのこの滑らかさはより 7A の方が滑らかかなって思いますね。そうですね。うん。はい。まあ、こんな感じになっております。まあすごい変わったかって言われると難しいところであるんですけれどもあのー、気持ちやっぱり 7A の方が僕はいいと思います、はいで。ちなみにベンチマークスコアはこんな感じです。ベンチマークスコア的にはだいたい40万点ぐらいのところまで出るのでまあ、あのこれだけ出てれば正直日常使いならまあ全然問題ないですね。<laughs> はいであの使って 本当にスストレスなく使えてましたじゃあゲームはどうなんだっていうところなんですけれども原神を試ししてみましたどうぞ一応これね見ていただいてるのが最高画質で 30fps で楽しんでるんですけれども意外とね、あのー、ゲームできる。<laughs> 意外とできるただ、えー、もちろんねそのハイエンドモデルのように常時快適かって言われるとそういったところはさすがにうん、うん、まああのね届かないんですけれども軽く楽しむでそうそうある程度の角付きとか重さは感じるけれどもあの案外暇つぶし程度であればいける、うん、でもちろんあのマルチプレイとかさそういうのをガチで楽しみたい人にはちょっとあのおすすめはできないんですけれども一人でフィールド探索しながらね僕みたいに軽く遊ぶっていう人には、まあ、意外と遊べる一台なのかなと。 思っております、うん、まあこの辺りはね自分の用途を考えつつ選んでみてくださいちなみに発熱についてなんですけれども発熱もね意外と少なくてですね<ら>、はい、安定してたのでそういったところも魅力的かなって思いました、うん、それでは続いて指紋認証を試していきたいと思いますはい、はいえー、この機種はですね画面内指紋認証を搭載しておりますでこれ一つ僕ね使ってて思ったんですけど画面内指紋認証の位置が下すぎるここあ<ー>もうちょいこの辺がいいんですよね僕的には確かに なんかね、そう <laughs> ちょっと下下すぎるんですよね。<laughs> うんうん、なんだろう、あの別にま使え全く使えなくはないんだけど、気持ちち下だからなんかバランスが悪くなるというか、人間ボタンの位置からそう遠いってことねそ。そう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 。なんでこの辺がもうちょっと改善されると、僕はすごいいいのかなって思います。 で、もちろんね、あの、精度とかについては結構良くって。うん、で、早いね。そう、あのね、認証も結構早くて、で、サクッと開く感じになってるので、まあ、日常使いには、まあ、全然問題ないかなと思います。うん、まあね、この辺はね、リノ 5A とちょっと使い勝手が変わるので、うん、はい、難しいところではあるんですけど、まあ、僕は意外とね、いいかなって思いました。 続いてカメラをチェックしていきたいと思います。はい。はい。今回トリプルカメラ搭載で、アウトカメラに4800万画素の広角、800万画素の超広角、200万画素のマクロを備えております。インカメラは1600万画素のシングルカメラを搭載しています。で、先にときます。今回、この OPPO っぽりの 7A で、あの、おそらく大きくコストカットされてるのはこのカメラだと思いますね。そうなんだね。はい。あのー、やっぱり使ってて、なんか o っぽりの 5A の方がいいなって思ったところが結構多くありました。えー はい、なので、まあ、そういったところをちょっとねじっくり見ていきますなのでここはどっちがいいのかっていう選ぶポイントになってくると思いますね、はい、じゃ早速ねカメラ UI からまずチェックしていきたいと思います、はい、カメラ UI はこんな感じです、はい、でシャッターの、ね、スピードはこんな感じで,でカメラの切り替えは上部でねワンタップでこうやってね切り替えていくことができます はい、で今回超広角だったりとか、えー、マクロ撮影もできたりしますで、えー、ちょっと気になったのはデジタルズームが最大6倍までなんですよねでオっリの 5a の時は最大20倍までいけたので<ー>まあ結構違う,うだ,だいぶ違うね、はい、なのでズーム性能は明らかにあのズーム性能というか、まあ、よりよって撮れるのはもう明らかにリノ 5a でした後ほどね写真もチェックしていきたいと思いますでモードについては結構いろいろ搭載されておりましてちゃんと ライトモード搭載されてたりとかポートレートモードなんかも用意されておりますそれでは気になる作例をチェックしていきたいと思いますうん それではまず広角の写真からチェックしていきます。はい、どうぞ。はい。えー、こちらですね。光量が足りている場面であれば、明るくきれいに撮れてるのかなって思います。<ー>え若干、ジャだいぶ色味が違うねうあのね、旧モデルから色味が結構変わっていて、より自然に撮れるようになってるのかなって思いました。うん、確かに。はい。で、従来比で、えー、っとね、これ、よく見ると改造感がちょっと落ちてるような気がするんですよね。ただ、スマホで確認する程度であれば、そこまで気にならないと思うので。そう。広角については、かなりわかりにくいんで ですけど、そういったところはちょっと気になるかなって思いました。うん、続いて超広角、え超広角はね、<ー>一応に広範囲を撮ることができます。で、従来比でこれもね、も <laughs> はい、あのかなり、えーうん、明るく撮れるようになっておりまして、はいまあ、あの従来モデルからこの辺りはあのちゃんと良くなってるのかなって思いました。はい、はい、続いて2倍ズームなんですけれども、2倍もね十分実用的で、意外とね綺麗に撮れてるのかなって思いました。うん、これについてはなんかあのよりはっきり撮れてるような感じがします。続いて5倍ズームです。 はい、えー、5倍ズームもねうん、うん、意外とあの撮れておりまして、なんかちょっと良くなった気がしますね、はい。そうですね。あのよりさっきのね2倍よりも5倍の方がよりあの違いが分かっていただけると思うんですけれども、も、うんね、より綺麗に撮れてるのかなって思います。でちなみに最大6倍ズームはこちら。 あの<ー>5倍と6倍ねほとんどそのなんか寄れる気持ち寄れてはいるんですけどなんかすごいさかさかなんかここからぐっと寄れるわけではないのでじゃあだいぶその取、うん、れる範囲が変わったんだねそうなんですよねなので単純にズームが弱くなったのかなって僕は思いましたね色みを取るのか、はい、うーんなんかズーム <laughs> そうだから今回のオポリのセブンエ a についてはえ綺麗に取れるところまでをうん、うん、まあ綺麗に取ろうみたいな感じになったのかなって思いますね、うん、なるほどねはいなので、まあね、この辺は用途に合わせてて選んでいって 見てほしいなと思いますでそれ以外の作例はこんな感じですひまわりなんかもね綺麗に撮れてるのかなって思いますね それでは暗証をチェックしていきたいと思います。お<ー>はい。えっ、ー、と、まずこれオートなんですけれども。暗いね。そう、暗いんですよね。ちょっとノイズも荒さもしっかりあって、まあ、なんか旧モデルからもうちょっとやっぱ暗くなっちゃってる。違うんだね。ねで、ナイトモードを使うとこんな感じです。明るく撮れてるとは思うんですけれども、やっぱ従来比で比べちゃうと、うん、確か,にかやっぱ去年のね、リノ 5A の方が綺麗に撮れてるのかなって思いますね。うん、ああ、この辺がちょっとなーって思っちゃいました。 はい、素直な感想 <laughs> はいじゃあ、続いて動画をチェックしていきたいと思いますこちら、うん、1080p の 30fps で撮影をしていますどうですかね、ちょっとします <laughs> えー、いかがでしょうか。あの動画についてはね、<ー>ちょっとこうなんかね、差がしっかり出ちゃってますね。ねうん、はい、あの今回オッポリノ 7A では 1080P の 30FPS までしかちょっと取れなくって、うん、こういったところも今あのスペックダウンしてて、<ー>なおかつ取れる映像も動きながらのちょっと手ぶれがやっぱり聞きづらくって、ね、ちょっとガクガクしてる感じがある、ね、そう滑らかさがねかなりない感じになっておりますので、正直動画撮りたいならもう間違いなくリノ5 AVA かなと思いい、ますね<ー>はい、この辺はね、まあ何に使いたいのかっていうのをはっきりさせつつ選んでみてください。次にスピーカーをチェックしていきたいと思います。はい。はい、この機種ね、モノラルスピーカーを搭載しております。ステレオスピーカーじゃないのが惜しい。<laughs> はい。じゃあ早速、音をどうぞ。<laughs> はい、うん、いかがだったでしょうかあのー、ね音ね普通に良くなった、ね、よくなったねよくなったねのモノラルスピーカーなんですけどちゃんとあのしっかりあのいい音を出してるのかなと思います、うん、少しこもってた感じもまたちょっと改善された気もしますね、うん、そうだね何かよりなんか質感良くなったよね音のね<ー>、はい、あのー、ただ僕が気になったのはやっぱりステレオスピーカーと違って左右均等に音がこう広がってくる感じがないのでほんとにスピーカーで <laughs> えーと動画鑑賞を楽しみたい僕としてはやっぱちょっとし 使いい方次第でですすねねそういうことです、ねうん、なのでイヤホンジャックもしっかり搭載されているので有線イヤホンだったりとか無線イヤホンでね動画鑑賞を楽しむ人であれば全く全然問題なく。 うん、あくまで、ね、本体スピーカーで音を楽しみたい人は注意だよっていうところもちろんこれもあのラジオとかを垂れ流す程度であれば全然問題ないのでどこまで求めたいのかこれだけはっきりして選んでいくのがおすすめですモノラルスピーカーの中ではいい感じな気がしましたうんそれでは続いてバッテリー持ちをチェックしていきたいと思いますバッテリーよりは 4500mAh で従来比で 500mAh 多くなっておりますのでしっかりバッテリー持ち向上しておりますちなみにあの 急速充電にも対応しております。はい。じゃあいつも通り YouTube を垂れ流した結果はこちらです。100%から3時間経過で87%。え旧モデルオッポリの 5A については3時間経過で83%だったので、あの,あのちゃんと改善はしてるのかなって思います。伸びてるんだね。はい、伸びてますね。で、えー、1日じっくり使ってみた感想としては、あの僕の使い方であれば十分1日は使っていけるのかなって思いました。うんうん、あの普通に持ちはいい感じですね。まあ、普通。 普通のライトユーザーの方であれば一日安心して使っていただけると思いますいはぜひねチェックしてみてくださいそれでは最後価格なんですけれどもはい、はいはいえー、じゃあいくらなんだっていうところでではい、OPPO 公式ストアでは4万4800円税込みおお<ー>、はい 非常に難しい値付けかなと思っております。<laughs> あのね、もちろん頑張ってる。<ー>あの、最近のスマートフォンって、やっぱどんどん高くなってるし、うん、近年、まあ、いろいろね、あの、物価上がってますので、そう考えると、まあ、頑張ってはいるんですけれども、うん、ちょっとね、なんかね、うんなんか削られてるところもしっかりあったりするので、まあ、難しいかなと思います。<あ>はい。おっの 5A が安いからね。そうなんです。それあ、いいこと言ってくれました。はい。<laughs> あの、今ね、おっぷりの 5A がめちゃくちゃ安い。 1万円以下で乗り換えとかで買えちゃうのでそう考えるとわそっっかて感じですねカメラのところが分かれ道の気がしますねちなみに INGMIO とかでも販売されておりまして INGMIO だと3万9,800円税込み今セール特価で1万9,800円税込み期間限定ではありますが2万円以下で購入ができるのでこの値段だったら確実に安いし買ってもいいと思う 非常にお得に手に入るのでそういったところをね詳しい詳細については URL 載せておきますので是非チェックしてみてください。はい それではここまで、おっぽりの 7A をレビューしてきました。いかがだったでしょうか、はい、すげえ楽しみにしてた1台なんですけれども、うん、いいところは良くて、悪いところも、ああ、あるなって感じがした1台かなって思いました。<laughs> そうだね。うん。で、いいところについては、やっぱりデザインが大きく刷新されて、うん、完全にこれは僕好み。はい、可愛くなったもんね。あのね、本当にデザインの質感が低価格ながらすごくいいかなって思ってて、うんうん、僕の中では今季一、低価格の中では<ら>いいかなって思ってます。すごい。はいいそれぐらいねあの 質感よくできてますねで気になってた動作についても、あの、非常によく動く一台で、従来比で CPU が、あの、大幅な性能向上はなかったんで、あーって思われて方も多いと思うんですけど、まあ、日常使いであれば、ぶっちゃけ全然問題なかった。うん、普通に快適だった、はい。普通に快適に使えるので、そこはね、あの、ライトユーザーの方であれば、あまり気にする必要はないのかなって思います。はい。はい。で、あの、もちろんね、UKL ディスプレイ採用だったりとか、リフレッシュレート9 0 h z 駆動、安心のね、IP68 の防水防塵お押さえ形態なんか、 も備えているので本当に安心して使える万人にお勧めできる一台なのかなって思いました。うん、で使って思った悪いポイントについてはあのカメラ性能がちょっとやっぱ惜しいかなって思います。<laughs> 特に動画、うん、あの去年のねリノ 5A ってすごいよく動画撮れてたんですよね。なのでそこの部分が失われてしまったっていうのは僕は惜しいかなって思ったのともう一つ、えー、モノラルスピーカーこれはもう用途によると思う。<laughs> うん、人によってだと思うんだけどそのミミタコですよ。<laughs> そのミコはいあの、はい、もうちょっと 価格上げてもいいかからスステレオスピーカーカが欲しかったなっていうのが正直なところです、ね、なるほどね、はい、難しいところであるんですけれどもまあこのあたりが個人的に気になったポイントでした、はい、まあもちろんねあの人によって合う合わないはあるとは思うんですけれどもあのー、すごくよくまとまった一台だと思います定、えー、価で買うのはまだちょっとうーんってなるかもしれないんですけどセール特価で安く買うなら僕は全然ありだと思います、うん、はいぜひねそのあたり安くお得に買ってみてくださいで僕が書いいたあのの詳しいおっぽりの A7A のレビュー記事動画があるように貼っておきますのでそちらも合わせてチェックしてみてください、うん、えもしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いしますブログ、ツイッターもやってますフォローお待ちしております,りますチャンネル登録もぜひよろしくお願いします,しします最後までご視聴いただき誠にありがとうございました いやー今年のね、ミドルレンジモデル難しくなってきたね。なんかもう、競合だらけです。<laughs> <laughs> 皆さんマジでどれがいいですかあの、ぜひね、皆さんが思う今のところ一番いいミドルレンジお待ちしております。えー、それでは次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。買うときは言ってください。